現在注目の的といえばこの人でしょう。ここ3試合で3ゴールと大活躍しています。この試合は EA スポーツが中継します。サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日はデーゲームをお楽しみください。熱戦を予感させる好カードが組まれています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、見逃すわけにはいかない試合になりそうですね。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。キックオフが待ちきれません。今日の試合に臨むセレッソ大阪はリーグ最多得点も誇ります。今日はアウェー戦ですが、決定力に優れたチームなのでアウェーの不利はないと思います。何点取るのか楽しみですね。福西さん、今日は選手たちのコンディションも気になるところですね。はい、万全の体制で臨んでほしいですね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。福西さん、4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、非常に各ポジションのバランスが取れた形です。攻撃はサイドの選手が起点になるでしょうね。アウェーチームのスターティングメンバーです。今日はウイングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。楽しみな試合が始まります。キックオフです。ここから狙うのか。タックルで相手のチャンスを潰しました。プレスが効いている。これは思い切ったドリブルです。ブルーノ・メンデス先制です。試合序盤に相手をリードしました。リプレイで見てもすごいスピードのシュートですね。これを止めるのは難しいでしょう。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。原川力、松田陸、ここはボールを回していきます。清武、中の選手へクロスが渡ります。ここは押し出します。相手に渡したかのようなパスでしたね。香川、ボールポゼッションが相手に移ります。仕掛けてくるのか。原川力、
セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ここはクリアして危険を逃れます。清武、クロスのチャンス。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。高いボールを裏に出します。ドリブルで運びます。エミル・サロモンソン、強烈なタックルです。清武、タックルでボールを奪いましたがタッチラインを割ってスローインです。原川力、いい位置です。中央へクロスが渡る。クリアして危機を脱しました。サイドが空いています。見事なロブパス、これは見事なタックル。丸橋祐介、原川力、さあどうする。入れば同点となります。これはポストに弾かれたか。今のシュートはあと数センチずれていたら同点ゴールでしたね。体をうまく使ってボールをキープしています。セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。奥野博明、丸橋祐介、原川力、打ってきた。このボールはポスト。素晴らしいセービングです。中央へのボールはクリアされました。ここは通しません。インターセプトしました。奥野博明、香川、ここでうまく対処します。田辺聡太、何をしてくるのか。しっかりとしたディフェンスです。ここはサイドのスペースを使ってきました。さあクロスか。ディフェンダーを抜いた。おっとキーパーが止めた。これはスーパーセーブでしょう。ゴール前に入れた。このシュートはキーパーがしっかりとキャッチしました。キーパーの目の前でしたが正面に飛んでしまったんでしょうか。もう少しコースを狙っていきたいですね。プレッシャーをかけられても難なくトラップしています。ブルーノ・メンデス、ここで取り返します。香川真司、危険な位置です。緊張感が増してきます。いえ、攻撃はここまで。
相手ボールになりました。ここでカット。田辺総丹、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。乾、決めれば同点。さあどうする。ゴール、同点弾が決まった。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。これは大きな同点ゴールです。監督の表情からも伺えますね。相手にパスしてしまいました。原川力、セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。決まった。一度はキーパーのセーブに阻まれましたが、今度はゴールに沈めてきました。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため、相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ブルーノ・メンデス、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはクロスでしょうか。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。奥野博明、何かしてきそうですが、いいところへ出した。あっと、これで2点差かと思われた場面でしたが、ミスしてしまいました。決めておきたいシュートでしたね。この後流れが変わらないといいんですけど。田辺総丹、これは読んでいたんでしょうか。乾、サイドにスペースがあります。香川、強烈なシュートでしたが、ボールはポストの外側へ。惜しかったですね。あと少し内側なら入っていたでしょう。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。このファールにはイエローカードが出ました。チーム全体が守りを固めています。アディショナルタイムに1分加えられます。松田陸、原川力、パスを繰り返し相手の隙を伺っています。前半戦が終わりました。試合をリードしているのはセレッソ大阪です。失点はしたものの、前半で2得点と試合を優位に進めています。高い攻撃力を持つチームですから、さらに追加点も望めそうですね。
後半が楽しみです。後半戦が始まります。奥野博明、原川力、パスは読まれていました。ブルーノメンです。このロングパスはよくスペースが見えていました。予感はありましたが、この攻撃は不発。ここはチャンスだ。カウンターが出るか。見事なスルーパス。このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って。難しかったですね。大幅な変更は吉と出るか凶と出るのでしょうか。コーナーからエリア内へ。このボールはディフェンスがクリアします。カウンターのチャンスです。じっくりと出しどころを探します。田辺聡太、ドリブルで進みます。中の選手と合いませんでした。ディフェンダーが外に出しました。ここは無理をしません。クロスを狙ってきますか。ファーの選手を狙った。ここはキーパーがしっかりキャッチしました。高木俊幸、おっとインターセプトしました。前が空いている。チャンスにできるか。田辺聡太、ここからどうするのか。このパスは通さない。さあカウンターで一気に行きたい。おっとボールを失いました。このカウンターは不発です。ボールはどちらにこぼれるか。これはよく見ていました。狙ってましたか。カットします。藤田直之、取り返しました。守備側はボールへの寄せが欲しいところでしょうか。香川、狙いすましたスルーパスをカット。危機を脱しています。ボールを失った。藤田直之、丸橋祐介、松田陸、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。奥野博明、シュート、飛びついた。
スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。このヘディングはキーパーが止めました。非常に安定感がありますね。藤田直之、丸橋祐介、セレッソ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。いい位置です。何をしてくるのか。パス、さらにパス、カナバー入った。ゴールが決まります。攻撃の組み立てが見事でした。スペースの作り方が良かったですね。いいものが見れました。映像が来ました。丁寧にパスをつないで相手の隙を伺っていましたね。この距離なら外す方が難しいでしょう。落ち着いて決めましたね。アドバンテージを取りました。ボールを取り返します。サイドにスペースがあります。クロスボールがゴール前、ボレーを放ったものの、これは枠に行きません。やっちゃいましたね。決まると最高なんですが、こういう風に外すと恥ずかしいんですよ。今のところポゼッションはセレッソが上回っています。自分たちのペースで試合を進めていますね。この状態を維持している限り負ける要素はないでしょう。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。このロブはキーパーに渡った。裏も見えていたのか。さあ決められるか。タックルでボールを取り返した。相手の選手がパスを出した先にいました。藤田直之。さあスタジアムのテンションが上がります。奥の弘明、ここから狙うのか。これはファーに流れます。寄せられています。前でインターセプトした。うまくかわしました。絶好のチャンス、決まった。ネットを揺らす見事なボレーです。自陣のゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。もっと早めにパスを出すかクリアすべきでした。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。いいカットです。ボールを奪いました。藤田直之、ボールを保持できません。仕掛けてくるのか。飛びついた。スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。
このコーナーは誰に蹴るか。コーナーキックからのセットプレーはキーパーが防ぎました。インターセプトしました。何を狙うのか。ラインを割ってゴールキックになりました。香川、パス見えてますね。いいですね。今のパスもそうなんですけど、そこに至るまでの動きが素晴らしいですよ。何気ないパスに見えますけど、意思が込められていますね。タックルでボールがこぼれました。これはカウンターのチャンスです。おっと、ボールを取り返した。これは狙えます。ゴール。試合終盤ですが諦めていないようです。そうですね。ですが残り時間を考えるとこの得点差は厳しいかもしれません。あえてニアポスト側にシュートしてきたようですが、問題はキーパーですよね。あのコースは反応できたんじゃないでしょうか。ナイスタックルでしたが、相手ボールのスローインです。藤田直之、丸橋祐介、さあ上げたい。惜しいシーンでしたが、ラインを割ってゴールキックになります。ここで取り返します。しっかりとコースを塞いでいます。パスは通さない。これでアディショナルタイムに3分が追加されました。何をしてくるのか。ドリブルでボールを持ち出しています。いい攻撃でしたが、ここでボールを失います。サイドを使ってきました。相手のマークが外れています。ボックスの選手に合わせました。いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたが、コースを狙いすぎたのかもしれません。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。しっかりとボールを守っています。ここでタイムアップ。セレッソ大阪の勝利です。見事に試合を制し、勝ち点3を積み上げています。抜群の攻撃力を生かした試合運びに期待していましたが、今日も爆発しましたね。一言で言うなら圧勝です。これは思い切った。